シェイク・カデル・ドゥクレは、コートジボワール・アビジャン出身のサッカー選手。CD 例がネス。ポジションは MF。コートジボワール代表。アビジャンで生まれ、ドゥクレが4歳の時に家族揃って、フランスへと移住し、2007年に FC ロディアンの下部組織へ加入した。2010から11シーズンから B チーム登録となるとすぐに、レギュラーの座を獲得し、2010年8月7日、 アージオセール戦でトップチームデビューとプロデビューを果たした。デビューしてからはロリアンでのトップチーム定着はかなわず、2012年7月12日にフランス全国選手権の SAS エピナルへレンタルされることが決まった。レンタルバック後はロリアンにてポジションを確保し、2014年5月10日のオリンピックリオン戦ではプロ初ゴールを挙げた。2014年6月20日、 リーグアンの FC メスにフリーで加入した。同年8月9日、リール OSC 戦にてデビューを飾った。加入初年度の2014から15シーズンはリーグ戦20試合に出場。クラブは成績が伴わずリーグで降格が決定した。しかし、リーグででは校長を維持し続け、ドゥクレモチームの首相として奮闘し、1年でのリーグアン、復帰に貢献した。 2017年8月4日、レバンテ・ユリに4年契約で移籍した。移籍金はおよそ160万ユーロとみられる。レバンテでのデビューは8月21日のビジャレ・アル・ CF とのリーグ戦であり、エニス・バルディとの途中交代だった。2019年9月2日、SD ・ウエスカに1シーズンの契約でレンタル移籍することが発表された。2021年7月24日、 西軍ダ・ディビシオンの CD レガネスにフリーで移籍し、一年契約を交わした。ありがとうございます。